放送禁止、販売停止になった幻のドラマ、90年、80年代編。衝撃度ランキングトップ20。数々の名作を残した昭和のドラマ史。時間が経っても今でも愛される作品はたくさんあります。しかし、もう一度見たいと思ってももう見れない。再放送も販売もされていない作品があります。そこで今回は、放送禁止、販売停止になった80年代、90年代の幻のドラマを、衝撃な理由とともにランキング形式で紹介します。第20位、トンボ。ヤクザである主人公の小川栄治と所属組織である八田工業との抗争を描いた作品であり、現代社会における無関心な状況に対し問題提起した内容となっています。当時主演の長渕剛が人気絶頂だったこともあり、平均約 18% と高視聴率を記録しました。しかし殺人のシーンや大量に出血するシーンなど、過激な暴力シーンに対して嫌悪感を抱く人も少なくなく、再放送禁止になったと言われています。第19位、リップスティック。少年鑑別所職員の有明三上博史と傷害事件を起こして収容された早川愛、広末涼子のドラマ。厳しい規則に縛られ、暴力的なリンチが横行する署内で、愛は同室の少女たちと友情を育み、過酷な現実に立ち向かっていく作品。有明は愛の心の傷に触れ、次第に彼女に惹かれていきます。一方で男子棟に収容中の悪魔のようなカリスマ性を持つ牧村博士、窪塚洋介に援助交際をさせられていたアンナの心の呪縛を解こうとする教官笠井隆夫、石田一生の苦闘なども描かれていました。放送禁止となった理由は、見る人によっては視聴に耐えられないほどやたらに暴力シーンが多かったこと、また出演者の石田一生が大麻、LSD 所持などの大麻取締法違反により逮捕されたことも放送禁止の理由と言われています。第18位、高校教師。教師と生徒の恋愛、同性愛、強姦、近親相姦、自殺など、当時すでに問題となっていた社会的タブーを真正面から扱った作品として大きな反響を呼びました。登場人物らの背景に何があるのか、最終回の結末はどうなったのかなど、サスペンスの要素を織り込んだことも反響に拍車をかけました。1993年頃は類似のテーマのドラマがまだ全くなく、野島伸司が先陣を切った形で世間でのインパクトは相当大きく衝撃的なドラマでした。同性愛や女性への暴行、父親との近親相姦、自殺シーンなど社会的なタブーに切り込んだことで、これが保護者である視聴者の反感を買い、放送禁止になったと言われています。第17位、17歳、アットセブンティーン。緑はセントウェルトン高等学院に通う高校生、同級生の京一や玲奈、裕二、康介、実らと共に平穏な高校生活を過ごしていたが、そこに幼なじみの匠が突然現れる。主演は内田有紀で、僕たちのドラマシリーズからの派生作品。放送禁止となった理由は、劇中でも「マスター、ビールちょうだい」や「タバコ切らした」などというセリフが高校生役同士で飛び交っています。本放送以降、日本での再放送は実現しておらず、またビデオや DVD などによる商品化もされていません。これは未成年の飲酒や喫煙をおしゃれに映るように演出の中に取り入れたことが原因とされています。第16位、ハイスクール落書き。斉藤由貴演じる新米教師諏訪泉が不良ばかり集う工業高校へ赴任、初めは生徒たちの迫力に怯えるものの徐々に慣れていき、また生徒たちも泉に信頼を寄せていきます。互いに成長していく様子をシリアスかつコミカルに描いています。人気ドラマにもかかわらず放送禁止となった理由は、一部の工業高校関係者から工業高校に対するイメージを損なうと抗議が殺到したためです。放送から20年以上が経過した2011年現在まで、再放送はパート1は1度きり、パート2は1度もされていない曰く付きのドラマとなりました。第15位、お金がない。学もなく貧困を極めた青年が一流企業で活躍して仕事を成功させていく痛快なサクセスストーリーです。放送禁止となった理由は、
柏木玲子役で出演していた高木沙耶が沖縄県内で大麻を隠し持っていたとして大麻取締法違反所持の現行犯で厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕されたことが原因となり放送禁止となっているようです。第14位エコエコアザラク。黒魔術を駆使する若い魔女黒いミサを主人公としミサに関わる奇怪な事件人々の心の闇を描いた作品。原作の黒いミサは善人であれ悪人であれ場合によっては人を平気で惨殺する非情な魔女として登場。特に自分に対する性犯罪者に対しては容赦なく報復する場面がたびたび描かれていました。視聴率は深夜2時の放送としては異例の高視聴率を記録しました。しかし全26話中テレビ東京版は18話で打ち切りとなりました。これは神戸連続児童殺傷事件の影響を受け視聴者から事件を思い出す不謹慎だという声が殺到したことが理由で打ち切りになりました。その後事件の犯人が逮捕されたことで放送は再開されテレビ大阪と地方局で最終話まで放送されましたが実質的に放送禁止枠となりました。第13位一つ屋根の下。フジテレビの連続ドラマ史上最高の視聴率を記録した作品。主人公のセリフ「そこに愛はあるのかい」は流行語ともなりました。またトレンディドラマの象徴的枠であった月9でホームドラマが記録的ヒットとなったことはドラマ界全体にも影響を与えホームドラマブームが一時復活するきっかけとなりました。放送禁止となった理由は出演女優の柏木小雪役の酒井典子が2009年に覚醒剤を所持使用し逃亡を図り当時の夫と共に覚醒剤取締法違反で逮捕東京地方裁判所から有罪判決を受けると当時再放送を行っていた北海道文化放送テレビ新広島は放送を途中で打ち切り別作品の再放送に切り替えられました。第12位聖者の行進。高校教師人間失格例えば僕が死んだら未成年に続いて野島伸司が脚本を手掛けた TBS 野島伸司シリーズの第4弾野島の強い人間だけが生き残ることのできる現代社会に対するアンチテーゼ作品でもありました。このドラマが放送禁止となった理由は暴力シーンやレイプシーンといった過激な場面があり放送当時は視聴者からの苦情が殺到したことが理由です。スポンサーの三強現第一三強ヘルスケアが薬で暴力を肯定できないの理由で提供を降板したことや同じくスポンサーのトヨタ自動車が放送期間中に提供クレジットの表示を自粛する事態に発展したことが挙げられています。第11位ティーマン白書。校長の口癖である「お前たち小学校からやり直せ」という言葉を本気にした杉並八中3年3組の生徒25人が集団で中学校を脱走し生徒たちの説得に失敗し一緒に行動することになった担任らと共に自分たちを受け入れてくれる小学校を求めて旅に出る。その旅先で待ち受けるさまざまな葛藤や人々との出会いを描いた内容の学園ドラマです。全26話のはずがわずか9話で打ち切りしかも6話から8話は深夜枠で放送されるという悲惨な作品でした。その理由は単に視聴率が悪かっただけではなく裏番組の8時だよ全員集合に全く勝てなかった。フジテレビが都合の悪い事実を慌てて追い払ったと言われています。これが大引き後の映像化や販売もされていません。第10位それが答えだ。世界的なマエストロだった成瀬三上博はオーケストラのメンバーから演奏をボイコットされ解雇それからは山小屋で隠遁生活を送っていた。ある日音楽に疎い中学の体育教師から学校のオーケストラ部の顧問を頼まれます。最初は断っていた成瀬ですが経済的な理由からこの依頼を受けます。自分から辞めると違約金を払わなければならないため恋に周囲との関係を悪化させようとしますが生徒や教師村の人々との交流を通じて音楽に新たな価値を見出すようになる作品です。深田恭子や藤原竜也といった若手人気俳優のデビュー作品ということで注目を集めましたが生徒役で出演していた尾関渉の逮捕事務所解雇により
再放送および DVD ソフト化が難しい状況となっています。第9位、悪魔のキス。静岡県焼津市から上京してきた中学時代の同級生、3人の若い女性、奥山芳恵、深津絵里、時は高子が性地獄、宗教地獄、借金地獄に落ちていく様を描いた作品です。放送禁止となった理由は、時は高子のヌードシーンにあるようです。当時はまだ無名だった時は高子ですが、その後数々のヒット作品に恵まれ、トップ女優へ上り詰めています。事務所としては所属タレントのパブリックイメージを守らなければならず、売れっ子となった時はの胸を世に流出させるわけにはいかなかったようです。これまで再放送されることはなく、 DVD 化されることもありませんでした。第8位、僕らの勇気未満シティ。僕らの勇気未満シティは近畿キッズの堂本光一と堂本剛の共演作でもあり、嵐結成前の相葉雅紀と松本潤にとっては連続ドラマ初出演の作品となりました。放送禁止となった理由はドラマのストーリーにあります。殺人ウイルスの研究をしていた人工衛星が隕石との接触で千葉県に落下して、町全体が閉鎖されて大パニックとなる、大人が次々と亡くなっていくという描写が新型コロナウイルスを連想させるためと言われています。また再放送が難しい理由にはジャニーズを退社した出演者が多くいるためとも言われています。第7位、終わらない夏。夏の終わりに母親が亡くなるという展開を前提に、喪服を着たひまわり、瀬戸朝香が火葬場の前で立ち尽くす場面からスタート。本編中にも時折喪服姿のひまわりと彼女の過去形でのナレーションが織り込まれていた作品です。後に V6 のメンバーとしてデビューした井ノ原快彦と瀬戸朝香は本作への出演がきっかけで出会い、2007年9月に結婚しています。放送禁止となった理由は紬拓の漫画ホットロードからのストーリー、登場人物の設定、セリフなどの盗用があると一般視聴者からの指摘をテレビ雑誌スポーツ新聞で報じられ、放送終了後に制作者側が出版社などに謝罪しました。そのためノベライズ、再放送、映像販売化もされないなど、実質的に放送禁止となっています。第6位、禁断の果実。養父から虐待を受け母親から捨てられた過去を持ついぶっつき子田中美佐子、共に捨てられた弟を世話していくうちに、月子は弟と愛し合うようになり、妊娠、出産、生まれた子供を預け看護婦として働くが、そこに自身と瓜二つの女優陽子が意識不明の状態で搬送されてくる。そこで陽子の事務所社長から陽子の身代わりになるように依頼され、月子は陽子の夫豊和と理想の夫婦を演じ人生をリセットしようとするが、弟の守から付きまとわれるなど、いろんな感情を描いた作品。再放送も1995年に読売テレビの深夜2時台に連続ドラマ再放送枠で行われた例はありますが、積極的には実施されていません。それは本作が近親相関で子供まで儲けているという暗いテーマを取り扱っていることが要因と考えられています。第5位、サイコメトラーエイジ。1997年と1999年の2度、日本テレビ系列局の土曜ドラマ枠にてテレビドラマ化され、いずれも TOKIO の松岡昌宏が主演を務めました。漫画の実写化作品で、物や人に触れるとその物体に残った記憶の断片を読み取ることができるサイコメトリー能力を持つ高校生の姿を描いています。放送禁止となった理由は、1997年2月8日に放送された第5話の内容が過激すぎるとして放送禁止になったのです。内容は、少年には植物状態の双子の兄がいて、その兄の精霊に取りつかれて集団殺戮をしたというものでした。第4位、ギフト。ギフトは連続ドラマ単独初主演となるスマップの木村拓哉が起用され、記憶喪失の青年の葛藤を描いた社会派サスペンスドラマ。当時は恋愛ドラマの人気が高かったため異色のテーマ設定となりました。木村拓哉が演じた早坂幸雄は失踪した代議士岸和田の部屋から血まみれで記憶喪失の状態で発見されます。後に様々なギフトを運ぶ運び屋として働いていきますが、
その中で少しずつ記憶を取り戻していくというストーリーです。放送禁止となった理由は1998年1月28日に発生した栃木女性教師刺殺事件が原因と言われています。この事件で使用された凶器がバタフライナイフであり、女性教諭を刺殺した少年は本作の主人公が器用にバタフライナイフを振り回している場面を見て、そこにかっこよさを見出したなどと供述しています。マスコミは少年がドラマの影響で人を殺したなどと報道して、東海テレビはすぐに再放送中の本作を放送中止にしました。第3位、季節外れの海岸物語。季節外れの海岸物語は、片岡鶴太郎を扮する海岸沿いの喫茶店キューのマスター圭介と、店を手伝う女友達の徳子、隣に住む理恵の3人の恋物語を中心に展開され、少し苦味のある大人の恋が描かれています。2000年までは頻繁に地上波で再放送が行われていましたが、出演していた田代正史が不祥事を起こして以降は BS や CS を含めて一度も再放送が行われず、映像ソフト化もなされていないことから事実上の放送禁止ドラマになっています。第2位、金田一少年の事件簿。金田一少年の事件簿は、近畿キッズの堂本剛と友坂理恵が出演する人気ドラマシリーズで、単発ドラマや映画を含めて5作品が制作されています。そんな人気作品ですが、実は一部のエピソードが欠番扱いとなっています。そのエピソードというのが1995年7月15日に放送された第1シリーズの第1話、偉人神村殺人事件。平均視聴率 23.6% を記録しましたが、偉人神村殺人事件に使用されたトリックが島田総司さんの小説先生術殺人事件からの流用であることが指摘されると、後から使用許可を得たものの、勝手にドラマ化したことでこのエピソードは欠番扱いになってしまったそうです。第1位、家なき子。家なき子は1994年と1995年に日本テレビの土曜グランド劇場で制作放送されたテレビドラマで、家庭内暴力を受けている小学生の少女が理不尽な環境の中でも困難に負けずに生きていく様を描いた物語です。当時12歳だった足立由美の出世作としても知られています。特に主人公相沢すずの同情するなら金をくれという劇中のセリフが新語流行語大賞に選ばれるほどのブームとなりました。しかし過激な暴力いじめのシーンが批判の対象となり、放送内容が社会的議論を巻き起こす事態となりました。このシーンが現代に合わないことが理由で、事実上放送禁止扱いになっているそうです。いかがでしたか？視聴していた作品もあるのではないでしょうか。今回は90年代、80年代の放送禁止、販売停止ドラマについて紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。